まさか家に同居するだけじゃなくて学校にも一緒に通うなんて。だって私もあなたの護衛なのよ。 S もいるし、その方が何かと都合がいいでしょ。ああ、まあそうかもしれないけど。それで話っていうのは？いろいろ聞きたいことはあるんだけど、先に十星のことを話しておこうと思って。僕を狙ってるっていう？それは僕も知りたいな。どんな人たちなの？十星とは魔導協会で最も優れた力を持つ者に与えられる称号のこと。それはイシャヌの守護者であり、全ての魔術師の憧れでもある。魔導協会を裏切り、滞在を犯し、イシャヌを去ったのは3人の十星。昨日現れた巨漢の男がドライ、女性がアハト、そしてもう一人、ゼクスという白い髪で長身の男がいるわ。ゼクス、僕その人を見たよ。本当？どこで？昨日のあの場所で僕が気絶したのは、あの人と目が合って体が凍りついて、それでなんだ。白い髪で長身だったから多分間違いないと思う。そんな、あの場にいたなんて。それにあの人はきっとユニオンだ。証拠は？ディスカバーコールが鳴ったんだ、あの人を見つけた時。まさか本当に？クオン、彼らの戦闘スタイルはどのようなものでしょうか？仮に戦闘になった場合、重要な情報となります。あ、そうね、順番に説明するわ。ドライは身体能力を飛躍的に向上させる魔術を得意としている。拳を振るだけで衝撃波を発生させたり、あの巨体にもかかわらずすごい速さで動いたりできるの。近接も遠距離もこなす、それは手強いですね。ただドライは戦闘を好まない人だと聞いているから、その機会がないことを祈るわ。アハトは氷の魔術を得意としている。空気中の水分を集め、その場の熱を操作する高度な魔術よ。私の得意とする炎の魔術とは相性がいいから、Sと共闘したり戦い方を工夫すれば勝機はあるはず。最後はゼクス、彼は重力の魔術を使うの。重力の根源は仮説段階でまだ解明されていないはずです。それを魔術で操ることが可能なのですか？多くの魔術師の中でもゼクスしか使えない魔術よ。その実力は一個師団に匹敵するとも噂されているわ。ああ、よくわからないけど、とにかくすごいってことだよね。そうね。どうしてそんなにすごい人が僕を狙ってくるの？それはやっぱり魔導書を手に入れるためだと思う。それ何かの間違いだよ。そうかもしれないけど、向こうはそう思ってないわ。あのさ、そもそも魔導書って一体何なの？魔導書というのはイシャナでは原初の魔導書と呼ばれているものよ。原初の魔導書？そう、私の調べた伝承には
こう書かれていたわ。それは魔垣神の力を宿し、許されし者にはこの世の断りである青が示される。神の力に青？そんな怪しげな本僕持ってないよ。書といっても本なのか記録媒体なのか、そもそも形があるのかも不明なの。どんなものだか全くわからないってこと？そう。それに魔導協会は魔導書に関わることを禁忌としている。さっきの情報だって調べるの苦労したのよ。でもそれと僕に何の関係が？問題はそれよ。あなた本当に何も知らないの？本当に知らないし全くわからないんだよ。居候とはいえただの高校生なんだよ僕。ただの高校生のあなたが御剣機関に協力してる理由は何？それはディスカバーコールが。いくらすごい感知能力を持っているとしても、術も何も使えないあなたがあんな危険なところに乗り込んでいくなんて変よ。それとも S が無理やり連れて行ったの？いいえ、東野が同行を希望しました。そうよね。護衛対象をみすみす危険にさらすとは思えない。ねえ東野、どうしてそんな無茶なことをしたの？僕がユニオンを何とかしたくて。あなたがユニオンを？どういうこと？今日はさ、和田摘みって知ってる？ええ、10年前だったかしら。この町で起きた集団消失事件のことでしょ？数千人規模の行方不明者が出て、その一帯は今も廃墟だったわよね。でもそれがどうかしたの？僕は事件が起きた時その中心部の和田摘研究所で倒れていたらしいんだ。それって確か事件の原因になったっていう研究所よね。どうしてそんなところにあなたが？僕のお母さんがその研究所の責任者だったみたいで、だから多分それで連れてきてたんじゃないかって。らしいとかみたいとか、もしかして覚えてないの？うん、実は断片的にしか思い出せなくて、全部後で教えてもらったことなんだよ。和田摘に至っては記憶とかそういうレベルじゃなくなってる。どういうこと？いつも見る夢、それが多分和田摘なのかなって。夢？どんな内容の？真っ暗な中で警告音がやたらとうるさく聞こえてくるんだ。でもその音はだんだんと聞こえなくなって、気がつくと目の前に女の子がいて僕を見てる。青い目のお人形みたいな女の子。そこで僕は自分が加賀里東也なんだって思い出す。妙な夢。いえ、記憶かしら。それで終わりなの？いや、その後にお母さんの声が聞こえてくるんだ。と言っても記憶が曖昧だから
本当にお母さんの声かどうかはわからないけど。どんな声？守りなさいって。そこでいつも目が覚めるんだ。青い目の女の子と守りなさいって声か。それだけじゃ何もわからないわね。他には思い出せることはないの？わたつみに関してはそれ以外はさっぱり。預けられた施設で日向や雪姉に会ってってところからははっきり思い出せるんだけど、カウンセラーの人には事件のショックが原因だって言われたよ。どうやがそんなにいろいろ抱えてる人だなんて気づかなかったわ。でも今の話とあなたが御剣機関を手伝っている理由に何の関係があるの？理由はユニオンが生まれた原因にあるんだ。原因？それ聞いたことがあるわ。ユニオンが発生したのはある町で行われた実験が失敗したからだって。もしかしてそれって？うん、それが新横崎。実験を行ったのが和田摘み研究所、つまり母さんの研究所だったんだ。もし母さんが本当にユニオンを作ってしまったなら、母さんじゃなかったとしてもそれに関わってるなら、僕にできることは何だってしなきゃって思ったんだ。それが僕が御剣機関を手伝ってる理由だよ。ジュッセおよびトウヤについての新たな情報を入手。後ほど宇野丸所長へ報告しなければ。That was a long memory. ねえねえねえ。何よ。気になったわ。今とは読み方も違うし、かなり昔みたいだけど。そうだ、お母さんの友達が確か十世の、あ、なんだっけ、はあ、昔すぎて思い出せない。でもクオンって人、その十世に似てるかも。炎の魔術を教えてもらった記憶がある。ねえ、どのくらい前の出来事なのかしら。歴史に興味がないせいで全然わからないわ。ねえってば。まあ、もし公にされていない歴史だとしたら、何の権限もない私じゃ調べられないけど。ねえ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 ってばねえ。何よ、ちゃんと聞こえてるわよ。ねえねえ、次はどんな記憶だと思う？また新しい友達が出てくるのかな。どんな記憶かはわからないけど、
一つだけ分かったわ。ん？何それ、どういうこと？あんたに話すとまた脱線して無駄な時間になりそうだから教えない。これは私の中だけに留めとくわ。あ、もしかして今度はみんなでご飯かな？それともどこか遊びに行くの？ねえねえ、どんな記憶、どんな記憶？ああ、もう記憶の内容はわからないってば。私がわかったのは、今まで見てきた記憶は S って子の記憶だろうなってこと。ふふふん、妹ちゃんの言う通り、やっぱり君は天才だね。なんであんたが得意げなのよ。とにかく今まで見てきた記憶は S の記憶にまず間違いない。少しだけ周りの人の記憶も混ざっているみたいだけどね。それにしても子、宇野丸所長の命令はどんなことでも聞くみたいね。前の記憶なんか自分が怪我することも構わずに任務を達成しようとしていたし、あの子には自分ってものがないのかしら。もしかして S のこと気になるの？は？何言ってるのよいきなり。だって今 S のこと考えてたんでしょ？こんな時ばっかり聞いてるんだから。ねえねえ、 S のこと気になるの？私は別に気にしてないわよ。ただちょっと考察してただけで。私はね、すっごく気になってるよ。 S がどうなるのかすっごく気になる。早く記憶の続きが見たいね。私は別に興味ないんだってば。何度でも言うけど、私は妹のために記憶を集めてるの。あんたと違って記憶を見るためじゃないわ。でもさ、だんだん記憶を見るのも楽しくなってきたよね。なってない。そんなことない。いつも楽しくなってきてるでしょね。なってない。あんた、なんでやたらと私に記憶を見せたがるのよ。それはその、何よ、なんか目的でもあるわけ？それはその、まだ教えちゃダメなんだけど。やっぱり何でもない。とにかくもっともっと記憶を見よう。そうすれば妹ちゃんにも会えるから。ふん、ま、仮想へ行くには必然的に記憶を見ないといけないんだろうけど、まあいいわ。あんた人を騙せるようなやつじゃなさそうだし。そう、それじゃあ次の記憶を見に行く？違う！私は妹を探しに行くの！記憶なんてどうでもいいの！ほらほら出発！人の話を聞け！I wonder if this memory belongs to nobody.